アローズウィッツ、プラスとピクセル8へ、どっちがおすすめ？カメラは差がでかい感じだけど、他はどうだろうか。電子レンジマンの動画。カワバンナ、積んだもんなのだ。四国寝たんでさ。アローズウィッツプラスをせっかく買ったということで、今回もこいつの動画なのだ。結局気に入って使ってる感じ？すごく微妙なところで、前の動画でも言ったけど、この価格帯のスマホとしては良い部類だと思うのだ。おすすめはできるんだけど、個人的な感想としてはメイン機として使うか悩むほどではない感じかな。レッドミーノート13プロプラスとか、モトローラ H50 プロあたりも似たような体感だった印象だわ。その価格帯のスマホって無難で尖りに欠ける機種がどうしても多くなってる印象はあるのだ。結局ハイエンドモデルが一番充実してるから、ミドル機は全体的にそこからやや物足りなくはなっちゃうのよね。今回はそんなアローズウィッツプラスと、おそらくミドル枠で一番人気のピクセル 8A を比べてみるのだ。これ結構悩む比較対象な感じはするわ。マーピクセルは実質24円とかで投げ売ってるので、それ利用するのがアイナー確定で8円になるんだけどもね。とりあえず端末の仕様や実際の使用感について比べていきましょうか。というわけで、アローズウィッツプラスとピクセル 8A どっちが良いかという話だけど、正直この2択はかなり悩ましいところなのだ。どっちが圧倒的に良いみたいなことはない感じかしら。まあ、アンツツのスコアという点では圧倒的にピクセル 8A の方が良いのだ。性能最重視みたいな人はプラス1万ちょいくらいで圧倒的な数値差のピクセル 8A が良さそうかしらね。ただまあ、アローズウィッツプラスをあえて検討してる人って、その時点で多分ゲームとかバリバリやらないよね。ゲーム性能重視なら普通にポコ F6 プロか最新ハイエンドスマホを検討してそうではある。普通に動画再生や SNS、ネットサーフィンなどを快適にできればいいのであれば、別にこいつらはどっちでも良いと思うのだ。どっちも普通にサクサク動いてるわね。アローズウィッツプラスは 6.6 インチ大画面かつ 144Hz リフレッシュレートなので、スクロールも非常に滑らか。またベゼル、画面内の黒枠部分も左右は結構細いわね。それなりに没入感はあるかと。ピクセル 8A は 6.1 インチ画面で、アローズウィッツプラスと比べてコンパクト。ただし 8A は 189g、 アローズは 182g なので、実は小さい割に 7g 重いのよね。画面リフレッシュレートも 120Hz なので、アローズウィッツプラスよりは落ちるのだ。まあほぼ体感変わらないけど、ゲームの動作は原神やガクマスは1段階くらい 8A が有利だけど、プリポネなんかはそんなに変わらないかな。端末のデザインはどうかしら。そこは人によって意見が大いに割れると思うので、完全に投稿者の主観で話していくけども、見栄えは 8A の方が良いと思うけど、個人的な好みは意外とアローズウィッツプラスかな。ピクセル 8A はいつものピクセルシリーズっぽいデザインだけど、全体的に 7A より安っぽくなってることは否定できないのだ。公式サイトとかで見ると見栄え良いんだけど、実物は青とか緑はかなり安い雰囲気が出てるわね。光沢なしの背面自体は指紋とかつきにくくて良いんだけど、プラスチック製になったみたいで割と安っぽいんだよね。一方アローズウィッツプラスは完全に全身プラスチック感の極み。デザインもシリーズらしさみたいな部分はピクセルと比べて薄いので、本当にただの安いスマホって雰囲気ではあるわ。しかしながら見た目と実際のギャップ的な部分は少ない印象なんだよね。あと一見高級みたいなこともない関係上、あまり使用にあたっての緊張感はないわね。対衝撃とかもあって頑丈な機種なので、面倒ならケースなしでそのまま使っても OK かと。価格差も1万円以上あるし、まあアローズウィッツプラスもこれはこれで普通にありって感じはするわね。さっきも言った通り、サイズが大きい割に軽いのもとても良いと思うのだ。だけど指紋センサーはピクセル 8A の方が好みだな。ピクセル 8A は指紋センサーが画面内にあって、表示されるセンサーを触ればロック解除できるのだ。画面をタップするか電源ボタンを押してセンサーを表示させないと認証できないのはちょっと手間。アローズウィッツプラスは側面センサーで、保冷値が若干投稿者の指が自然に当たる位置より下なんだよね。そもそも側面センサーが苦手な上で、位置の相性が悪い結果満足度は下がってるわね。精度もちょっと微妙というか、ゆっくりしっかり押し付けないと反応しづらいかな。ここら辺は高いだけあって、ピクセル 8A の方がしっかりしてると思うわ。人によってはピクセルの画面内指紋認証が相性悪いこともあるとは思うけども、スピーカーの音も聞き比べてみるか。
まあやっぱり高いだけあって細かい部分の作りはピクセル 8A が強い印象ではあるわ。アローズ3つプラスが勝ってる点もいろいろあって、まずマイクロ SD カードを使えるのはアローズ3つプラスのみ。ここはこだわってる人も多いポイントよね。そしてそもそものストレージ容量もアローズ3つプラスは256GB なのだ。ピクセル 8A は 128GB しかなくて正直かなり物足りないわね。ピクセルって高いカメラ性能が魅力なのに本体ストレージが少ないから割と容量を埋まりやすいのだ。クラウドストレージをうまく使ってねって感じか。データ転送してこまめに本体側から消すのもまあまあ面倒だが、あとまあピクセル 8A は本体ストレージが少ない関係で最近の大容量化したゲームアプリもあんまり多くは入らないかと。他にもさっき言ったように画面サイズや重量などはアローズ3つプラスが強いのだ。優れている部分はどちらもまばらだからとりあえずこっち選べば OK とはなりづらいわね。自分が重視するポイントを踏まえつつアホを選ぶ感じになるかと。というわけで最後にカメラも見ていくんだけど、さすがにカメラは圧倒的にピクセル 8A の方が良いと思うのだ。カメラ性能を一番重視するならピクセル 8A になるわね。写真はまだアローズ3つプラスでもいいけど、動画はピクセル 8A が圧倒的だと感じるのだ。ちょっとクイズでも、これらの2枚の写真どっちがどっちで撮ったものかわかるかな。ドンテン模様の空の下だけど、どっちも結構綺麗に撮れてるとは思うわ。全体的に明るい雰囲気というか白っぽいのは向かって左、濃いめの雰囲気なのは右だね。というわけで正解は左がアローズ、右がピクセルでした。まあなんとなく予想できた人も多そうね。ちなみに拡大して見比べると結構差はあったのだ。これはピクセル 8A だけど、手前の方の草原的な部分がかなり細かく描写できてるよね。7万円程度のスマホとしては描写力最強だと思うわ。一方でアローズ3つプラスはこんな感じで、細かい部分はかなりディテールが潰れてしまっているのだ。うわ、想像より圧倒的な差があるわね。まあそんなに写真を拡大してみることあるかということはあるんだけども、ラーメンはこんな感じだね。これも描写力という点ではピクセル 8A の方がよく見えるわね。ただ美味しそうなのは割とアローズの方かもしれないわ。最近のピクセルとかハイエンドのギャラクシー iPhone あたりはあんまり料理写真の色合いが良くない傾向な気がするのだ。このピクセル 8A の写真は全然良い方だと思うけどね。フィギュア写真もピクセル 8A の方がその場の臨場感があってなんか良いわね。超広角写真もアローズ3つプラスは昭和に撮影したのかなって感じになったね。これはそもそも撮影時にピントをうまく合わせられてないんじゃないかしら。さすがにやばいわよね。いや、前に撮った写真改めて見てみても超広角は結構レトロ感強いから多分こんなもんなんじゃない。アローズ3つプラス超広角撮影はあんまり得意じゃないのかも。最大倍率でのズーム写真のクオリティにも割とはっきりとした差があるわね。アローズの方が大きく撮れてるけど鮮明さは圧倒的にピクセル 8A なのだ。なんか思ったより映像に差がない気もしてきた。これはこの住宅街の公園の狭い区間という場もあんまり良くなかったかな。まあいろいろ使ってる印象としてはピクセル 8A の方が雑音カットとか映像の安定性で強いとは思うのだ。あと保護ケースとかフィルムのラインナップ量は世界的に大々的に売られてるピクセル 8A が強いね。とりあえずまとめると、カメラ性能やコンパクトなサイズ、細かい部分のクオリティ重視ならピクセル 8A が良さそうかしらね。大画面や軽さ、ストレージ容量や拡張性、頑丈さ、価格なんかを重視するならアローズ V2 プラスかな。個人的にはピクセル 8A は妥協してる部分の試写選択があんまり好きじゃないんだけど、やっぱりこっちのが優れてる部分はいろいろあるのでなかなか悩ましいのだ。あとピクセル 8A ってキャリアで投げ売ってたりするし、未使用や中古品の流通量も多いでしょうね。そういう点も含めるとやっぱりピクセル 8A が強い感じはするね。投稿者の好みはどちらかというとアローズ V2 プラスだけど、選択肢として無難なのはやっぱりピクセル 8A にはなりそう。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、よろしければチャンネル登録とか評価とかよろしくねなのだ。このガジェットレビューしてくれよみたいな案とか、動画内容へのコメントもお気軽にどうぞ。ブログやノート、SNS、サブチャンネルもやってるので気になる人は概要欄からどうぞなのだ。動画内で紹介した商品のリンクは概要欄に記載してます。アローズ V2 プラスの動画はこんなもんかしら。あとは最近購入したギャラクシー
A55 との比較はとりあえずしてみようかと思ってるのだ。ミドルスペック枠のスマホってやっぱりなかなか難しいね。今検証中のギャラクシー A55 も思ったよりは微妙かな。結局ピクセルの A シリーズが強い感じはいろいろ触ってて改めて感じてきたわよね。それなりに動いてそれなりに動いてそれなりに安いので、ちょっと高くて難もある 8A でさえもやっぱり人には勧めやすいのだ。